ハチチリの季節がやってきました。ニューメキシコ州を5年ほど前に初めて訪れて以来、ハチチリの虜になりました。一度食べるとかなり癖になると言われているらしく、私もその一人です。しばらくの間は憧れるだけで手に入るものではありませんでした。でもこの3年くらいでしょうか、地元のスーパーマーケットで売られているのを見つけました。びっくりです。もうこれは買うしかありません。それ以来夏になると一度大量に購入して週末にローストするのが恒例となりました。ローストする週末は何より早起きが必要です。かなり長い間外でローストするので、どんどん気温が暑くなってきますから我慢大会です。まず大量のハチチリを洗います。外では夫が火をくべています。ローストし始めたら、もうあとは座って本を読んだり、YouTube 見ながら様子を見、転がして火を徐々に入れていきます。甘く見ていたのが日陰でした。うまいことずらしながら、直射日光が当たらないように頑張ります。全部火を入れ終わったら家に移動し、淡々と皮を剥きます。トマトの湯むきやパプリカの皮を剥ぐような作業です。ちゃんと忘れずに手袋をしましょう。直に手で触って目でも触ったら地獄です。やったことがあるので分かります。あとは小分けして冷凍保存します。近所の方にもお裾分けしました。近所の方はものすごく美味しいサルサを作ってお裾分けしてくれました。私はハチチリチーズマフィンをよく作ります。今回のニューメキシコの旅行でグリーンチリポークスープとグリーンチリグリッツを初めて作りました。来年は倍量をローストしようかと考えています。